面白い企画ですわ。下着買い取ります。俺やめようと思ったけど、出す前と思ったけど、下着買い取ります。50代のおばさんに限る。40代はダメ、50代ね。大柄が好み。ほいでね、下着ね、あの値段ね、履き古したやつだったら、まあなったいろいろ売るんがあるからね、500円。ほいでね、値段あって決めましょう。美人やタコを取る。これ写真、おばちゃん、聞いとってください。50代だけね。60代と。60代も OK。これで写真載せたらタコ売れますわ。ほいで大阪ね。大阪の西成区、岸田と付近。ね。だから、独身に限る。ね。まあそういうことで。ほいでね、この画面がこうあるでしょ。YouTube、YouTube のね。右の下に三角マークあります。右の下。これ画面とするでしょ。で、右の下に YouTube を探してください。で、電話番号とあれ。ほいで、留守録になってますから、要件伝えとって今から行きますとか、ほいで電話番号こちらに電話してくださいとかね。わし言うとけど、懲罰なしね。心配しなくて。ほいでね、岸本と3丁目。セブンイレブンの裏。ね。大阪来たら難波で降りて。全国 OK よ。ほいで、これ儲かったらね、ほいでインターネット経歴22年やから、アップデートとこのこともしとるしね。まあそういうことで、懲罰なしね。何だったかな。そんなもんか。独身に限るのね。高校生はダメ。犯罪ですな。大学生から OK らしいですわ。だからいろいろやかましいでね。手渡しは4000円とかね。また教えますわ、いろいろ。でももう一つあるな。不要品回収してね、フリマで売るとかね、それもあるしね、そういう仕事も、チラシ配りもありますよ、おばちゃん。何でもあるし、ブームもでも、YouTuber もできます。パンツ1枚でケツ振ったら、YouTuber できるんですよ。だからみんな教えてあげます。インターネット経歴22年。名前か。あと3個マーク押してね、それ。電話番号入れておきますわ。で、留守録にしてますから、ね。何時何分ぐらい電話くださいとか、メールも入れてください。メールでください。ね。顔で信号送ったりして、以上。